こんにちは。税理士の松井はじめです。えー、9月6日火曜日、えー、サブチャンネルの方やっていきたいと思います。えー、車の中ですけど暑いっすね、前からずね。えっ、ー、と、実は今日これ取り直し2回目なんですね。ちょっと話してる最中に忘れちゃったことがあって、で2回目のトライになります。はい。で、今日お話ししたいのが、えー、っと、パワー、パワーポイントでのこうプレゼン資料の作り方のコツってことで、まあ自分が大企業、 時代にに培ったたた経験とお話しさせていいいだきたいと思いますあの税理士として作るこう教育用の資料とかは違いますからねあ,のあくまでこう会議とかで使うプレゼン用の資料の作り方のコツってことで、まあ、お話しさせていただきますと,、えーっとですね、まず一つ目にあるのがストーリーを作るってことですよねその,その会議がどういうものかによってこうやっぱストーリーっていうのがあるんですよねでストーリーが決まればこう目次が出来上がってくるんですよね そこが一番大事だとします。大事だったりします。そのストーリーをしっかりと考えること。で、目次ができたら、もうそれって結構ね、あのー、考える部分できてるんで、もう完成に近いある、ある意味完成に近いとも言えるんですよね。実際の作業はこれからですけどね。だから、そのストーリーを考えるというのがまず1点目。 でそれから、2、えー、つ目がですねその各ページごとに結論を考える、まあ、結論をつける、でそのこのページでは何が言いたいっていうのがあるわけですよねで。そうすると結論ができてきますよね。で、結論が出てきたら、その結論に導き出すためのプロセス、そのページのプロセスが、えー、おのずと出来上がってくるということになりますので、まあ、その各ページごとのこう結論を考える、決める。 そういうことがやっぱ二つ目として大事になってきます。えー、そして三つ目なんですけど、えー、これさっき忘れてたんですけど、えー、その各ページごとの話なんですけど、図は多めに文字は少なくっていうのがありますね。えー、やっぱ文字がこうダーって書いてあると何が言いたい資料かってこう読まなきゃなんない、いちいち読まなきゃなんないから、その場でね、あの判断するのは結構難しくなってくるんですよね。だから図とかグラフとか使って、えー、なるべくね、こう、 そういうい視覚に訴えるものを多くして、まあ、文字は少ない方がいいこと間違いないですよっていう、まあ、そんな感じですねはい、えー、今日の内容は以上になります、えー、会議用の、えー、プレゼン資料パワポ資料の作り方のコツってことでお話しさせていただきました、えー、まずストーリーを考えるそれから、えー、ページごとの結論を考える、えー、そして図は多く文字は少なく、えー、この3つになりますはい えー、それではさよならチャレン